違う。ザ・ガーリーっていうのはあんまりない。ちょっと、ちょっと、今回の企画は、祝交換コーデです。メアリちゃんは普段ガーリーが多いですよね。はい。ココアちゃんは普段ストリートが多いだけど、いつもとは少し雰囲気の違う2人の姿を見たいというファンの方も多いと思うんです。だからこの2人にお互いにコーデを組んできてもらって、祝交交換するっていう。普段ココアちゃんはガーリー、メアリちゃんはストリートとかって来ました？客の私はあまり着ない。でも着る時もあるし、なんかでもほとんどガーリーが多い。ちょぴっとだけ入れる時はあるけど、なんかザ・ガーリーっていうのはあんまりないです。企画ではやったことあるんですよ。そうですね。何回ぐらいありますか？1回だけでやる。1回。今回は動画で。レアですね。レアですね。激レア、激レアということで、2人に祝コーデをお互いに組んできてもらいました。メアココハ、そうです。見てね、絶対見てね。じゃあ早速着替えましょう。せーの。着替えてきました。イエイ。え、すごい印象変わった。え、ちょっと、雰囲気変わりましたね。そうだぜ。そうだよ。テーマはモノトーンストリートです。トップスは黄色なので、全なんか黄色で、この腕とかに黒がちょこちょこ入っているので全体的に黒でまとめて、で指輪のシルバーとかでなんかちょっと寂しくならないようにしました。帽子とかスカートとかもあえて、なんていうか、柄にしないシンプルなのにして、黄色を目立たせるようにしました。コーデのテーマのポイントは、秋のこっくりガーリーです。上に羽織っているジージャンじゃないけど羽織物はなんかコーデュロイ素材になっていて、 秋らしくピンクで、パキッとしたピンクじゃなくて、なんか秋の深みのあるピンクにして、おとなしめなガーリーなんですけど、ここにあるあのレースのとことか、普通にインナーのレースとかでガーリーさんも結構プラスしてます。それぞれの着てみてどうでしたか？なんか最初はもう楽しみだったんですけど、なんかこういうなんか黄色のトップスとかブロックチェックとか絶対着なかったので、あとこのリングとかもなんかジャラジャラつけてるのがなんかジャラジャラとなんか2個3個つけてるのがすごい可愛いなと思いました。楽しかったです。ココアちゃんはなんかあんまりこんなザ・ガーリーとかあんま着てこなかったから、でもなんか一番初めの頃は着てたりしたから、なんか前に戻れた感じでちょっと楽しかった。なんかどっちも変わりすぎてて、全然こっちでもいいのかなって、こっちのキャラでもいいのかなって思いました。めっちゃ可愛かったです。めっちゃ可愛かったです。イエーイ。お母さん、イエーイ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。この2人のコーデの感想なども待ってます。コメント欄で教えてください。イエーイ。Yay!